今日ちょっと取り上げてみたいのはですね、コムディ・ギャルソン、オムプリウスと2023年春夏をご紹介したいと思います。久方ぶりにですね、これ、パリのメンズコレクションの期間中にパリ2区のカプシヌ通りのなんか建物の中で行われたショーなんですけれども、ショーが行われたのは6月24日、2年と3ヶ月ぶりにパリでコレクションを行ったんですね、コムディ・ギャルソン社。非常に注目されたんですけれども、写真を何点か見ていただけると思うんですが、今回のテーマがですね、パーク・ボレーが言うところによりますと、アナザー・カインド・オブ・パンクと。もう一つの種類、もう一種類のパンクという意味ですが、中世において宮廷道化師はその仕えている主君に癒しを与えるだけでなく、主君に対してですね、別世界あるいはその斬新な考え方をアドバイスするというふうな役目を担っていたというんですね。確かにそういう面もあると思うんですが、シェイクスピアの戯曲に出てくるようなそういう道化師をちょっと連想してもらうと分かりやすいと思うんですが、ある意味では、中世の道化師というのはパンク精神の、持ち主だったのではないかというふうな説明を過去例してますね。彼女のその創作の源流源っていうふうな中にですね、やっぱりその社会に対してあるいはその常識に対しての一種のその反骨精神というものがあるわけなんですけども、そういったストレートなパンクの表現というのは彼女ずっとしてきたわけなんですが、なんていうかこういったワンクッションを置いてもう一種類のその中世の道化師が持っているような、顔ではその服従していくんだけど腹の中ではですね反骨しているみたいな、なんて面従腹背っていうんですかというふうなことを表現するので、だいたい出てくるモデルがですね、このお面をかぶったりこのマスクをしたりですね、これなんか現地で買い求めたマスクらしいんですけども、これを全部ほとんどのつけてないモデルも位置にありましたけど、そういったふうにそのお面で表情を隠す、まさにこの面従腹背っていうやつですね。ちょっとうがった見方をしますとね、例えばその絶対的な支配者為政者っていうのは、例えばロシアのプーチンだとか中国の習近平だとか、なかなか批判ってできませんよね。批判すれば逮捕されたり拘束されたりっていうふうなことになるんで、そういった絶対的な為政者に対してもですね、顔では笑っていても腹の中では背く、そういったですねパンクのあり方、アナザーカインドオブパンクっていうのは、これを表現している、なかなか非常にですね面白いコレクションだったんじゃないかと思います。それでは